北斗と銀河はついに6つのデータウェポンを手に入れた。残るは1つ。喜びに湧き返るギア本部に恐ろしい事態が。なんてこと、あのガルファ皇帝のペットラゴ。しかもよりによってギア本部を襲ってくるなんて。ベガさん、ベンドが発進しました。まさかこの敵は今までとは違う。二人とも早まらないで。よかったじゃない、あなたたちは無事で。僕たちは天道に乗る資格なんてなかったんだ。だからなあエリス、分かってんのか。ラゴーのためにユニコーンとレオが死んじまったんだぞ。僕たちのせいで。戦って負けたことで自分を責めてもエリスに当たってもどうにもならないことでしょ。いいんです、二人の気持ちもわかりますから。銀河、北斗、正確にはまだユニコーンとレオは死んでないわ。ラゴにコンピューターウイルスを植え付けられたのよ。本当か？じゃあ生きてるのか？でもこのウイルスを無効にするにはラゴを倒さなければならないの。ユニコーンたちが助かるならラゴをやっつけに行こう。俺だってどこにいんだよラゴのやつ。今度は絶対負けねえ。月よ、きっと月にいるわ。データウェポンは友達だもの、あなたたちを止めることはできない。本当に辛い戦いが始まるわ。相当の覚悟が必要よ。僕は行く。発進準備に取り掛かります。とうとう来たんだ宇宙に。思ったよか何にもねえんだな。何言ってんの？わざわざついてきてあげてんだからしっかりしてよね。うん、わかったよ。たく、なんでこいつがついてくんだよ。なんか言った？電池補給してあげないよ。ああ、なんでもないって。
もう、銀河ったら。へへ、行くぜ！これからが本番だ！
傷ついてないなんて。しまうぜ。果たしてできるかな。あの声は、とうとうここまで来たか、電動よ。このアルテア、今度こそ貴様らを葬り去る。人間じゃねえか。なんで機械なんかの味方に。問答無用。
ファに、ガルファに操られていたとはいえ、なんということを。オーガの様子が変だ。電動のパイロットよ、私は取り返しのつかない過ちを犯してしまった。この仮面が割れた以上、私の命もあとわずか。せめてもの罪滅ぼしだ。ガルファ皇帝を倒すため、このオーガを使ってくれ。オーガのパイロットはガルファに洗脳されていたんだ。仮面が割れて記憶は戻ったんだけど、同時に死んでしまうようにプログラムされていたんだよ。あとは任せたぞ。死んじまったのか？